ルアクステネ神社は、ラトビア共和国、プリャビニャス県クリンタイネ群にある、ラトビア神道の宗教施設。通過儀礼と年間神事が採用される聖地である。社殿は、プリャビニャス県クリンタイネ群のリエプカルニ製パン工房、喫茶店付近のダウ川川の島に鎮座し、ルアクステネトリデ級にちなんで名付けられている。境内は、船着き場、長ズ所、三洲広場、ソレーヒ。 太陽門と社殿を含む。2016年3月6日当時の造営中の様子主な寄進者となっているリエプカルニセパン工房経営者ダグニーズケイカーズ氏が年を取るにつれ、魂と死の必然性に思いを馳せつつ、長年にわたりラトビア人に自らの経営を支援してもらった文の恩返しとしてラトビア神道の神々とラトビア民族文化に貢献することにした。 設計は、ラトビア神道本庁の当時、オートやバルディス・セルムズ氏の指導下で行われ、内装は現、オートやアンドレース・ブロックス氏とエゴンズ・ガークラブス氏、彫刻はジャナス・カーレブス氏が担当した。ルアクステネ神社境内の島は、ケイカーズ氏が所有し、永続的にラトビア神道本庁により利用されている。ラトビア神道本庁が社殿を2016年秋から利用し、 検定式は2017年5月6日に採用された。社伝では通過儀礼、年間神事、国家的採点や各種のたたえなどが定期的に採用される。文芸雑誌、ジャウナーガイトのアニータ・リピニャ氏は、ルアクステネ神社の社伝が諸教会と同様に国家から維持費の支援を受けるべきであることを2017年の記事で訴えた。ありがとうございます。